はい、本日はですねこちらアークテリクスのマンティス2というのを紹介していきたいなというふうに思います。でですねこのマンティス2って言われても、まあ、パーンとあんまりピンとこうへん方も多いと思うんですけど、まずですねこれを見てもらいたいんですが、僕の大好きなこのアークテリクスのマカ2というやつと、まあ、比較的こう形がちょっと似てる感じ、あそういや似てるなって感じだと思うんですけど、このマカ2がですね実は2020年の春夏を最後にもう販売されなくなったっていうことで、僕全然知らなかったんですけど、まあ、販売されてないっていうことになってるので、まあ、今買えてる方とかは問題ないんですけど、まあ、欲しかったけどマカ2手に入れられへんかったっていう方はもう多分今後手に入れれないとは思うんですが、あそんな残念やなとかって思ってたら、実は2020年の秋冬だからこれが廃盤になった次のシーズンからこのマンティス2っていう名前に変わってほぼほぼに見た目一緒なんですよ。でそれが販売されだしたっていうことなんで、あもうこれはもうマカ2気に入ってる僕からしたらこれ一回ちょっと買っといて紹介しやなかなと思ったんで、こちら購入したということになってます。なのでマンティス2ってこの名前がなんていうんですかね、ちょっとまあ卑猥というか、まあちょっと変な感じはするんですけど、聞きなじみのないカバンにはなってると思うんですけど、一応このマカ2の後継者モデルみたいな感じにはなってるみたいなんで、まあ後々でこう中身とか見ていくんですけど結構似てるんですよね。似たような感じになってて、ただ若干変更点というか、あここ若干ちゃいますねみたいなのもあったりするので、まあその辺のお話をしていきたいなというふうに思います。まあマカ2と比べながらお話はしていきたいなと思うんですが、まあ今日の流れとしてはですね、まず、容量、どれぐらい容量が入りますかっていう、まあいつもカバン系 YouTuber やらせてもらってる僕はいつもやってるんですが、まあそんな話して、その次に、変更点ですね、マカ2からこのマンティス2っていうところに、まあ、どういう変更点があったかっていうのを3点ぐらいあるのかな話して、で次にやっぱりこの形状っていいっすよねっていうこのいいところを話して、でその次に、デメリットを話して、で最後に見た目を話して終わりたいなというふうに思いますので、その順番でいきたいなと思います。まずですね容量を見てもらいたいなと思うんですけど、これ実はまだアークテリクスの今現時点撮影してる現時点ではアークテリクスの公式サイトではまだ販売されてないんですよね。でどこで僕買ったんかっていうと、アークテリクスの公式の正規店があるんですけど、まあ、そこの正規店であったらもう先行で販売とかされてたりするので、もしかしたら持ってはる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、まだアークテリクスからは販売されてなくて、公式のオンラインでもなかったんでわからないんですけど、一応まあこれパッて見てもらったら大きさとかはマカ2とマンティス2って全く一緒なんですよ。で深さとかも一緒やし、この横縦深さっていうのも全部一緒になってるんですけど、なんかスポーツ店とかセレクトショップの表記を見るとこっちが2リットル、新しいマンティスの方が2リットルって言ってて、こっちのマカ2は3リットルって言ってはいてるんですけど、これどう見ても大きさ一緒なんですよね。でこれまあ3リットルって僕結構使い勝手いいなと思ってたからマカ2めっちゃいいですよって言ってたんですけど、このマンティスでも多分3リットルだと思うんですけど、表記では2リットルって書いてて、2リットルまでちっちゃくなっちゃうとマカ1まで行くんですよ。でマカ1もあるんですけど、誰がどう見てもこれマンティス2とマカ1が同じ2リットルとは思えないと思うんですよね。パッと見た感じから全然大きさ違うと思うので、ってなってくると多分表記ミスやと思うので、おそらく僕は3リットルやと踏んではいてるんですけど、まあ、この辺に関してはほんまに詳しく知りたいっていう方は店舗の方に問い合わせてもらったらいいとは思うんですけど、まあ、僕は3リットルやと思って話はしていきたいなと思います。だってこんな感じで全然大きさ違いますよね。だから全然3リットルやと思うんですけど、ではどれぐらい入るんか見てもらいたいなと思うんですが、このマカ2がですね、もう僕は普段ずっと使ってなくて、もう今嫁しか使ってないので、これ嫁が普段使ってる、持ち物というかが入ってるんですが、これをこっちに移していきたいなと思います。まず手前の方からはこういった袋が入ってますね。多分買い物とかするときに今レジ袋もらわれへんからこういうのを使ってないと思うんですが、こういうのを手前に入れて、で真ん中のメインのところっていうのは長財布、これは我が家の僕らの夫婦の共同財布ですね。食費とか入ってる財布になってます。これ入れて、でなぜか知らんけど靴下も入ってるので、これ靴下も入れて、なんか多分汚いところに行った時用なんでしょうね。で次がこれは何やろ、ポーチかな、なんか入ってて、まあ、女性の方とかやったら多分使いはると思うんですけど、まあ、こんなんが入ってって、であとこの後ろにマカ2同様こういうスマホとか入れれたりできるので、こんな感じですっぽりスマホも入りますよっていう感じにはなってて、まあ、ほんまに、マカ2と全く同じような感じの容量かなというふうに思いますので、だから3リットルとは言ってるんですが、一応まあこんな感じの容量となっております。まあ、なので先に言っちゃうと、もうこれ形状が全く一緒なんですよね。
この背面の部分のこうやってスマホを入れれるところであったりとか、あとそれ以外にあとこのメインの収納のところ、例えばこういう風に長財布取ったりとかした時の小分けができる感じになってて、この後ろの方に例えばこういった財布を入れちゃって、この手前の方にはこういうなんかあの靴下とかを入れちゃうっていう、このちゃんとあの財布と靴下を分けたりもできるんですが、まあ、こういう感じになって、さらにこの中にはジップもついているので、こういったジップのところになんか例えばティッシュとか入れたりもできるし、ハンカチとか入れたりもできるんですけど、まあ、そうなったり、あと表面も、まあ、鍵入れたりとか、まあ、そんな感じでなってるので、まあ、マカ2が売り切れとって、うわめっちゃ買いたかったけど買われへんかったっていう方なんかはこのマンティス2が出てきてくれたおかげで結構助かったんかなと思うんですが、まあ、そんな感じなのがマカ2とマンティス2の比較というか、まあ、ほぼほぼ一緒なんで、まあ、こんな感じになってます。そして次にですね、変更点というところを見ていきたいんですが、この僕が持ってる方、この分かりやすいタグ入ってると思うんですけど、このタグの方がマンティス2で、これの、嫁が使ってるマカ2がこっちになってるんですけど、まあパッと見てもらった感じではほぼほぼ違いがないと思うんですが、実は違いがあって、まず違いの一つ目っていうのは、これ実際見てもらわないとちょっとわからないかもしれないんですけど、実はこの生地が変わってるんですよね。この生地がマカ2の方の生地とマンティス2の方の生地感っていうのが違う生地感になってて、多分素材は同じナイロンにもなってるんですけど、何が違うんかって言われたら糸の太さが違うんですよ。でこのマカ2の方がちょっと丈夫っぽい感じの糸が太い感じになってるんですけど、このマンティス2の方はちょっと糸が細いんですよ。だから逆に言えばしなやかな感じはあるんですけど、まあ、逆に言えばちょっと強度がマカ2の方があったんかなみたいな感じでは思うので、生地は全然違います。でこの生地って、このマンティス2の生地ってなんか他と一緒なんかなと思ってパッと見てたら、まあ、僕今度あのレビューする予定のマンティス26っていうリュックがあるんですけど、これと全く同じ生地なんですよね。あ、だから名前マンティスなんやってなったんですけど、その形はマカ2のままなんですけど、生地に関してはこのマンティス2の生地をそのまま採用されてるっていうことで、ちょっと細めの糸というか、だからマンティス26というか、このリュックを持ってはる方はこのマンティス2の生地がどんな感じなのかっていうのは分かるんですけど、まあ、ちょっと細かめな、生地感になってるんかなとは思いますね。まあもちろん多分撥水もついてると思うので、撥水の加工もあるとは思うんですけど、どうでしょうか。いきますね。あ、ついてますね。撥水の加工もありますね。ちゃんと弾いてるので。ただ今これジップの方から入ってたから若干濡れたんかな。濡れてないかということなんで、若干の撥水の加工はありますね。そして次がですね、まあ、これ細かい部分になってくるんですけど、このマンティス2もマカ2もこの前のところにキークリップがあるんですよね。キークリップって言って、要は鍵とかを引っ掛けたりカチンってできるようなのがあるんですけど、これがマンティス2で、マカ2の方に関してもあるんですけど、こうやって見てもらったら分かる通り、あの紐の糸が違うんですよ。紐の糸がこっちのマンティス2は赤色っていうか、赤というか、なんていうんやろ、まあ、赤ですよねを使ってて、こっちのマカ2の方は黒色になってるので、まあ、これがちょっと変更点にはなってるんですけど、まあ、その辺が今のところ変更点かなと思います。ただ、まあ、最初に言ったみたいに表記がこれ2リットルって表記最初入ってたんですけど、まあ、多分間違いと思うので、3リットルの表記の間違いやとは思うので、どう見てもこの2リットルのマカ1と比べるとでかいじゃないですか、まあ、これ何回も言うんですけど、だからまあ多分、まあ、3リットルの間違いだと思うので、まあ、変更点としてはこの生地が違うのとキークリップの色が変わったぐらいで、容量は多分変わってないとは思います。でそれ以外の、体に当たるこのメッシュの部分とかも全く同じメッシュの素材使ってるし、形状、このストラップの形とか、ストラップの紐の太さとか、ポケットの仕分けとか、もうそんなもう全く一緒になってます。あ、それとあとあれですね、ロゴが変わってますね。ロゴがマンティス2のは真ん中じゃなくてちょっと横になってて、マカ2は真ん中にあるんですよ。これわかるかな。まあ、そこも変更点としてありますね。そして次いいところ行きたいなと思うんですが、まあ、これ僕は一応そのマンティス2との比較を、マカ2との比較を取るために購入したとは一応言ってるんですけど、まあ、僕ずっとマカ2欲しくて、で自分が使いたかったんですけど、いかんせんずっと嫁が使ってたんで、まあ、もう一個追加で買おうかなと思ってた矢先、マンティス2っていうのが出たでって聞いたんで、あ、もうそれやってもこれは買おうと思って買ったんですけど、これ何がいいかっていうと、この後ろのバックパネルのスマホを入れるホルダーなんですよね。ホルダーというかポケット、これがぴったりスマホサイズに作られているので、こうやってピュッて入れたら
ピュッて入るじゃないですか。で変にジップとかボタンとかもついてへんから、取ろうと思ったらすぐ取れるし、入れようと思ったらすぐ入れれるし、でも他のカバンとかやったらこう何ていうんですか、ジップとかありがたいことについてるんですけど、ジップついてたら出すの面倒くさいじゃないですか。でもジップついてるおかげでもうポケット入れちゃおうみたいな、もうジップ開けたり閉めたりするの面倒くさいからもうポケット入れとこうみたいになると思うんですけど、これあのマカ2の時も同じこと言ってるんですけど、それぐらい僕これ気に入ってるんで、この後ろの背面のスマホケースはめちゃくちゃいいなと思います。まあ、多分このマカ2持ってはったり、このマンティス2持ってはる方で何がいいって言われたら、多分ここいいっていう方結構多いと思うんですけど、まあ、僕は非常に、おすすめの点ですね、ここが。で次にですね、デメリットっていうところに行きたいんですけど、デメリットがじゃあ何なんかっていうところで、まあ、いろいろ考えてはみてたんですけど、まあ、特にないんですよね。でこれが悪いなっていうのはなくて、まあ、唯一、まあ、強いてあげるとするならば、まあ、さっき見てもらったみたいにこうやって水とかの撥水の加工はあるんですけど、実際じゃあ濡れへんのって言われると、やっぱり雨とか降ってきたら全然濡れるし、でこうやってあの背面パネルのところにスマホ入れれるのいいですって言ってるんですけど、まあ、ここもがっつりメッシュなんで濡れるとスマホもびちゃびちゃになるから、まあ言うたら、強いて言うなら、まあ、雨がちょっとあかんかなぐらいに思ってるので、まあ、多分それぐらいちゃいますかね、多分。なので今のところはデメリットっていうのはそんなに浮かんでないので、次に行きたいなと思います。では次、見た目になってるんですけど、これ実際背負った時というか、こうかけた時の見た目になってるんですけど、こうわかるかな、まあ、こんな感じで、まあ、結構シンプルな感じですよね。こうやって斜めにかけるのでもいいし、もうこうやって首に垂らしちゃうだけでも全然いいし、これやっぱマカ2と同じなんですよね、大きさ。多分これ見て違うっていう人おるんかな、わからんけど、まあこれ見て違うって言おうが言いまいが、とりあえずこの動画では一緒って言っときます。僕個人的には一緒かなと思うので、こんな感じですね。だから何にも考えんと、とりあえず服着て、でカバン持つ時にこうやってパッて首からかけたったら、まあそれ相応の、あのカバンになるというか、それ相応のカバンにならんカバンがどんなカバンか知りませんが、一応こんな感じになっております。はい、ということでですね、まあ僕がマカ2紹介したのが5月ぐらいに以前紹介したんですけど、その時に結構もう人気あって、なんか完売してなくなったとか聞いてたんで、なかなか買えなかったですっていうお声もいただいたんですけど、まああのマンティス2がこれ秋冬用に今出たばっかりっていうことなんで、今やったらまた在庫多分あると思うんですけど、まあ、欲しい方は早めに狙われた方がいいかなと思いますし、それこそもう形がマカ2と一緒なんで、まあ、どう考えても人気出るやろうなと思いますし、まあ、また完売していくんちゃうかなというふうに思います。まあ、ただですね、別に最悪買われへんかったとしても来年まで待てばいいし、でまあ元々そんな高いもんじゃないから、まあ、別にプレネで買おうと思ったらプレネで買えるとは思うんですけど、まあ、どうしても欲しいっていう方なんかは早めに見といてはった方がいいんちゃうかなというふうには思います。で一応僕が購入したのはアークっていう店かな、なんか正規店なんですよね、とりあえず。でそこが真っ先に発売したんで、もうすぐにそこで買ったんで、まあ、気になる方は下動画説明欄にリンク貼っとこうかなと思います。ということになってるので、まあ、一応マンティス2を購入して紹介したんですが、これに関しては2020年下半期買ってよかったものにランクインさせちゃうと面白くないので、もうちょっとこれに関してはちょっと除外して、もう上半期で1位になっちゃったから、ちょっとこれは殿堂入りということにしたいなとは思うんですけど、また下半期の動画作ってマンティス2が1位でしたっていう動画ってめちゃくちゃしょうもないじゃないですか。あの前半上半期はマカ2で、後半の下半期は マンティス2ってなったら、まあちょっとこれ僕やったらしょうもないなと思うから、まあこれはちょっと一回外そうかなと思いますので、まあ2020年下半期には出てこないと思うんですけど、あの8月に買ってよかったものに関してはもしかしたら出てくるかもしれないので、またその辺も楽しみにしてもらえればなというふうに思います。はい、ということになってますが、本日はですねアークテリクスのマンティス2を紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。